こんにちは、ラクプロデザインです。今回はフォトショップで簡単に旗の素材を作る方法をシェアしてみたいと思います。今回のポイントですけれども、パスに沿って文字を書いていきます。この方法は非常に簡単で、まずペンツールでパスを書きます。そしてテキストツールに持ち替えてパスに近づけると、マウスポインターが画面の右端のような形になります。この状態でパスの部分をクリックすると、パスに沿って文字を書くことができます。それでは実際の画面を見ながらやっていきたいと思います。はい、それではやっていきますが、まずパスの目印になるようにガイドを引いていきます。メニューの表示から新規ガイドを作成をクリックして、行と列の値にそれぞれ2を入力すると、ちょうど中心にガイドを引くことができます。ペンツールを持ってメニューの部分がパスになっていることを確認します。そしてガイドに沿ってパスを引いていきます。これは後で修正することもできますので、おおよそで大丈夫です。できたらテキストツールに持ち替えます。ここでパスの上にマウスを持っていくと、マウスの形が変わりますので、この状態でパスの上でクリックすると文字を入力することができます。ここでは三角と入力をして、あとはコピー&ペーストで展開をしていきます。ある程度コピー&ペーストできたら、コントロール D で拡大するなど少し調整をします。ガイドは不要なので削除しておきます。次にカラーを変えていきます。スポッチを表示させてパステルを選択します。そしてテキストツールで一つの三角形を選択して、スポイトで色を取っていきます。これをそれぞれ繰り返していきます。あと旗の傾きなどを調整したいときは、白矢印のダイレクト選択ツールを選んだ状態で、かつレイヤーを選択した状態で白丸印の部分をドラッグすると、傾きを変更することもできます。それでは次にレイヤースタイルを適用して、この旗に装飾を加えていきます。レイヤーをダブルクリックして、レイヤースタイルの画面を出します。ここでパターンオーバーレイを選択します。あらかじめ用意していたストライプのパターンを選択します。比率の値を調整すると、ストライプの間隔も調整することができます。あとは光彩の外側など好みのレイヤースタイルを適用していきます。一旦できたら配置を調整して、コントロール J でレイヤーを複製します。そして反対側にも持っていきます。あとは好みですが、ストライプ柄以外にパターンオーバーレイでドット柄のパターンも用意しておいて変化をつけています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はフォトショップで簡単にフラグの装飾を作る方法を紹介しました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。